ハワイロアは、ハワイ人定住に関する伝説の人で、また彼の名前を付けた、現代の総動線の名前でもある。ハワイロア、ハワイロア、ハワイロアとも表記される。ハワイロアは、ハワイ定住に関する伝説の人で、彼は、ある時、偶然、ハワイ諸島を船で発見して、故郷のカーアイナ、カイメレメレ、AK インへ帰り、彼の家族と八人の小切手を乗せて、ハワイへ来た。 それでハワイは彼の名前がついていて、ハワイの各党の名前は彼の子供のカワイ、オアフ、マウイと名前が冠されている。ハイロアハイロアはまた1993年にハワイ州ホノルルで建造された総動の公開カヌーである。建造したのはポリネシア公開協会である。ポリネシア公開協会はすでに1975年に建造されたホクレアを所有してはいたが、 古代ポリネシアの航海カヌーと同じようにマルタ材から船を削り出した経験は持っていなかった。そこで彼らはハワイの伝統的なカヌー用材であるハワイアンコアの木を用いた遠洋航海カヌーの建造を決定した。ところが1989年に彼らがハワイ諸島を調査したところ、乱末と環境破壊の結果、 大型の航海カヌーに使えるようなコア材は一本たりともハワイ諸島には存在していないことが分かった。ポリネシア航海協会は方針を転換し、北米大陸の木材の利用の可能性を探った。その背景には、かつてハワイ諸島では北米から漂着した流木でカヌーを作ったという事例がある。ポリネシア航海協会はハーブカネのツテをたどって、 北米の先住民クリンギット族に連絡し、公開可能に使用できる木材を探してもらうことになった。ただ、当初ポリネシア公開協会は、クリンギット族から木材を購入しようと考えていたが、これはクリンギット族から拒否され、クリンギット族、トリンギット族、ハイダ族の三部族からの無償贈与という形式になった。こうした形になった最大の理由は、 北米先住民たちが同じくアメリカ合衆国内のマイノリティである先住廃人たちを相手に商売することを望まなかったからである。船は試行錯誤を繰り返しながらも1993年に完成し、1995年にはソシエテ諸島経由でマルケサス諸島までスターナビゲーションによる往復航海を行った。その後、同年秋にはクリンギット族、 トリンギット族、ハイラ族を表敬訪問した。ハワイロアは、この航海限りで現役を退き、腐敗を防ぐために現在は、陸上で保存されている。ハワイロアは、近代以降に最初に、木材で建造されたポリネシア式航海カヌーではない。1970年代には、タウマコ島において、 壁屋が公開カヌーを建造しているし、1985年には、マオリのグレック・ブライトウェルとタヒチのフランシス・コーンが、タヒチにおいて、ハワイキヌイを建造し、1987年には、ホクレアに先駆けて、タヒチア・オテアロアカンをスター・ナビゲーションで公開している。ありがとうございます。